1917年、フランスで、救急車、第464号を執筆する、ブライアンメディアを再生する、シージュ,ジュリアン・ブライアン製作、ジュリアン・ブライアンは、アメリカ合衆国の写真家、映画製作者、ドキュメンタリー作家。1935年から1939年までの、ポーランドソビエト連邦、ナチスドイツの日常を撮影したドキュメンタリー作品で、 よく知られる。1974年、ポーランド侵攻の真実を公表するために最後に、ポーランドを訪問した際に、ポーランド文化功労賞を受賞している。ブライアンは、ペンシルバニア州、タイタスビルに長い伝道歴を持つ、長老派協会長老の息子として生まれる。ハイスクール卒業後、17歳で、第一次世界大戦に参戦中のフランス陸軍を、 支援するアメリカ野戦法師団で奉仕活動に加わり、ベルダンとアルゴンヌで救急車を運転した。その体験を自身が撮影した写真を付して救急車第464号に表した。1939年、ワルシャワで映画シージを撮影中のブライアン・ワルシャワ包囲を撮影したブライアンの写真の一枚ブライアンは プリンストン大学を1921年に卒業し、聖職者に進むことを選ばなかったにもかかわらず、ユニオン神学校を修了した。その後、ニューヨークブルックリンクの YMCA に進んだ。この時期、ブライアンは写真撮影や映画制作、旅行記の執筆をしながら世界を巡り始める。訪問した国についてのスライドショーを行うことで旅費を確保し、 RP を含む多くの企業に写真を販売した。旅行で撮影した写真の多くは、アメリカ合衆国ホロコースト記念博物館のスティーブン・スピルバーグ写真映画アーカイブで見ることができる。中国、コーカサス及びグジュジア、ソビエト連邦、ドイツ、スイス及びオランダの旅行を通じて、人間的関心に基づく映画を年代記のように生み出した。 ナチスドイツで撮影した写真と映画は、東大会や路上での日常生活、反ユダヤ宣伝とナチスの指導者たちを年内順に記録している。それらは日本の映画、マーチ・オブ・タイムに取り込まれた。ブライアンのスライド講演会は、カーネギー・ホールを含むコンサートホールで開かれた。ブライアンは、ドイツのポーランド侵攻を、1941年9月3日に列車で、 ワルシャワに向かう途中で知った。ブライアンは9月7日、外国人、外交官、政府機関がすべて避難したワルシャワに、イカのスチルカメラ、ベルハウエルの映画カメラと6000フィートのフィルムを、携えて到着した。ワルシャワ市長のステファン・スタルチンスキーと面会し、市長はブライアンに、自動車、案内人、通訳を与え、ワルシャワ中の旅行と撮影を許可した。 9月7日から21日までの2週間、数百枚の写真と5000フィートの映画で、ワルシャワ包囲とドイツ空軍による戦略爆撃を記録した。ブライアンは当時ワルシャワにいた唯一の外国人ジャーナリストという点で特筆される。また、ポーランドラジオ放送を通じて、アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領に対して敵機の爆撃の標的とされている。 ワルシャワ市民を救うよう訴えた。ワルシャワ滞在中は放棄されたアメリカ領事館で暮らした。9月21日、ドイツが中立国民の東プロイセン経由での出国を認めると言命した後にワルシャワを後にした。ケーニヒソベルクでは所持品没収の恐れから現像済みフィルムを密かに持ち出すことを決意する。ブライアンはアメリカから来た旅行者仲間が集めた土産の ガスマスク容器にフィルムを隠し、一説では映画フィルムのいくつかは胴体に巻きつけたという。1939年秋にニューヨークに到着後、ブライアンは写真の一部を出版した。ライフは10月23日号に15枚の写真を、ルック12月5日号には別の26枚の写真が掲載された。ブライアンは1940年に シージと題した短編ドキュメンタリー映画を制作し、RKO からリリースするとともに、同名の著書を出版した。この映画は、翌年のアカデミー賞で、アカデミー短編映画賞にノミネートされた。1940年、ブライアンは、オシアに雇われ、ラテンアメリカの文化や習俗を伝える23本の教育映画を制作した。その後、国務省が合衆国について、 別の5本の映画を作るために、ブライアンを雇った。ジュリアン・ブライアンは1946年に早くも、ポーランドに戻っている。連合国救済復興機関の一員として、グダニスクとワルシャワを再放した。破壊された、グダニスクの場面を捉えた映像は、この年の戦後の映像としてはおそらく最初のものである。1958年、ブライアンは改めて、ポーランドを訪れ、 1939年にワルシャワで撮影した数百枚の写真を出版した。日刊誌、エクスプレスウィース・ゾアニーと組んで新聞一面に掲載した1939年の画像それぞれについて大規模なキャンペーンを企画した。それはご自分、知り合い、家や街路についてお分かりになりますか当詞はアメリカの写真家、ジュリアン・ブライアン氏が1939年に 包囲されたワルシャワで撮影した写真の主人公を見つけるのを援助していますという言葉が添えられたものだった。写真について何か知っている読者はその情報を持って新聞社のオフィスに来るよう依頼された。このようにしてブライアンは写真に写った人々の物語と出会い記録した。この経験を記した著書、ワルシャワ1939年包囲1959年。 裁縫は1959年にポーランドで出版された。1945年、ブライアンは国際フィルム財団を設立し、残りのキャリアで学校向けの短編映画を制作した。子息のサム・ブライアンが1960年にイフに加わった。1974年、ポーランド政府から記録写真に対する勲章を授与されて2ヶ月後にブライアンは亡くなった。死後、 イフはサムによって運営された。2003年、サムは父がヨーロッパで戦争中に撮影した写真と映画をアメリカが衆国ホロコースト記念博物館に寄贈した。現在、ブライアンの作品の多くはアメリカ議会図書館及びホロコースト記念博物館のスティーブン・スピルバーグ写真映画アーカイブに所蔵されている。2006年、短編映画シージは アメリカ議会図書館司書によってアメリカ国立フィルム登録簿に他に類を見ない残忍でおぞましい戦争の記録として登録された。またアカデミー賞にノミネートされた。ありがとうございます。